柴田裕二柴田裕二は、東京府出身の科学者、東京大学名誉教授、肖像医、君一等随法省。薬学者、柴田昌慶の息子として、東京市管楽駿河台に生まれる。父は当時、東京医学校教授。祖先は代々、尾張藩で寺院を務めた。兄、柴田慶太は、後植物生理学者、東京帝国大学教授。 長男は著名な作曲家にして、音楽評論家の柴田奈美を、東京高等師範学校附属尋常中学校から、旧西大一高等学校を経て、1904年、東京帝国大学理科大学科学科入学、桜井城にあ池田菊内たちに指示し、1907年、卒業。東京帝国大学大学院に進んで、松原孝一に指示した。1910年、 東京帝国大学理科大学講師となったが、同年、文部省留学生としてヨーロッパに渡り、ドイツではライプツィヒ大学にてハンチに、スイスではチューリヒ大学にてアルフレート・ベルナーに、フランスではパリ大学にてジョルジュ・ユルバンに学ぶ。1913年に帰国し、東京帝国大学理科大学助教授として無機化学を講じる。 1916年、長男ナ波を誕生。1917年7月16日、金属作減の吸収スペクトルの研究によって、理学博士となる。1919年、東京帝国大学教授。1927年、帝国学士音師賞受賞。1942年、東京帝国大学理学部教授を定年退官し、 新設の名古屋帝国大学に赴任、理学部長に就任。1944年、帝国学士院会員となる。1948年、名古屋大学教授を退官。1949年、東京都立大学の初代総長に就任し、1957年まで、この地位にあった。1962年、日本学士院委員長に就任。文化功労者となる。 日本の科学界全体の国際交流に尽くしたほか、日本の火山、温泉や古代文化財に対する科学的研究を本格的に行った。特に作減科学の日本における草分け的存在である。ありがとうございます。